バンドゥーブル・レナンシーは、フランス、グランテスト地域圏、ムルトイコールエイコールモゼル圏の都市。バンドゥーブル・レナンシーは、ナンシーの南西に位置し、標高の高い東から、標高の低い西へ伸びる形状をしている。バンドゥーブルの地名の起源には、様々な説明がなされており、その中には、バンダル族の作品を意味する、ラテン語、バンドロリム・オーパスが起源であるとするものがあった。 しかしこの説は、地名学では19世紀以降下火となっている。ケルト語のビンドオブリガではないかとする説もある。19世紀までワイン生産を行う小村であった。20世紀初頭、丘陵にあるワインの村は、斜面が急な通り、道路を見下ろせるよう固定された、ワインセラーが特徴であった。1906年、RN74 道路に面して、軽輪場が作られた。 1957年に都市開発区をバンドゥーブルで建設するという決定で、バンドゥーブルは実地をナンシーに対して維持し、ナンシーはバンドゥーブルとつながることで欠点を補うことになった。都市開発区の工事は建築家アンリジャン・カルサに委託され、コミューン内の様々な部分は広く散在し、単一の集合体に参加しているように設計された。現在はナンシー第一大学。 地域県立、ナンシー病院、テクノポールドナンシーイコールブラボアなど、大型インフラ施設が集まる。バンデューバー、LAS ナンシー。ありがとうございます。